うわひどいな。一体何があったの？ビル、しかしひどいもんだな。何かの事故かしら。いやー、これはなんか攻撃されてるね。話す。エリナ、エリナはこれからどうしたらいいと思う？困ったわね。だけどここにいた人たち、シルキーヌさんやサヨコさん、あとキャティたち、どうしたかしら。そういえばそうだな。もう一回話します。どうする？どうするしか言わない。あ、行くが出た。行きます。行くって。ちょっと待ってよ。ただし船にはあずさがいるのよ。あずさ一人にしては置けないわ。そうか。じゃあエリナ、あずさについててくれる？まあそうなるね。俺一人でその辺様子見てくるから。キャティさんたちのことも気になるし。そうね、わかったわ。なるべく早く戻ってきてよ。じゃあ私船に行ってるから。頼んだぞ。さてと、呼ぶ？行くでいいよね。行く。中央マックベリーズ、どっちに行く？中央に行ってみよう。先にとりあえず中央へ行ってみるか。あー、壊れてる。うわー、ひどいことになってるな。見る。うーむ、こりゃあやっぱり何かが爆発したとしか思えないな。爆発？呼ぶ。おーい、誰か、誰かいませんか？いないね、この様子だと。行く。部屋の中入れます？入れた。中は意外と綺麗。誰もいないか。見る。ふむ、部屋の中はそれほどじゃないな。シルキーヌどこ行ったんだろう。呼ぶ。シルキーヌ、シルキーヌさん、シルキーヌさん。ふむ、さよこ、さよこさん、さよこさん、いないみたいだな。エリナは船でしょ。エリナはムーンフェイスだもんな。ですよ。シルキーヌの部屋入れる？入れたけど、シルキーヌさんもいないか。見る。ふむ、ずいぶんきちんとしてる。爆発が起きたときここにはいなかったのかな。呼ぶ。シルキーヌ、シルキーヌさん、シルキーヌさん、いないみたいだな。まあ、ここはいないか。さよこ、さよこさん、いないか。ここは外れだな。出ます、出ます。シルキーヌさんたちどこへ避難したんだろう。でここも移動しよう。行く。港、仕方ないな。港へ戻るか。行く。マックベリーズに行きます。キャティさんどうしたかな。ちょっと行ってみるか。あー、すごいことに。なんだこれ、ひどいな。見る、もろに爆発したって感じだな。爆発っていうか襲撃された感じだけど。呼ぶ。キャティ、キャティさん、返事なしか。
やっぱ下にいるのかな。宴会、宴会くん、宴会くん、いないか。行けるかい。行く。地下。うーむ、ちょっと地下へ行ってみるか。入れるのかしら。わあ、ボロボロ。うわあ、ここもひどいな。一体何が起きたんだろう。何もなくなってない。なんかロボットいたよね、前来た時。見る。メタルスレイダー。あれ、そういえばメタルスレイダーが一気もないや。どうしたんだろう。一気もないよね。どこ行っちゃったんだろう。壊されちゃったのかな。スクリーンパネル。ふーむー、これといって何も映ってないしな。コンピューターコンソール。コンソールやなんかは壊れてないみたいだな。コンソールの下なんだあれ。何かある。キャティさんだ。キャティさん、キャティさん、まさか死んでるんじゃ。話す。キャティさん、しっかり。キャティさん、ちょっと触れてみよう。手どう。ああ生きてた。ただしさん、よかった。大丈夫ですか。一体どうしたんです。確かデータを消そうとして、私やつらです。やつらが進行を始めたのです。え、まさか。じゃあこの居住区のあちこちで起きた爆発のようなものは。意外と顔きれい。うかつでした。やつらがこんなに早く行動を起こすなんて。妹さんは無事救い出しました。でも妹が囚われていたゼロ三区居住区はやつらの巣窟になってるみたいで。そうでしたか。ただしさん、ここを出ましょう。宴会くんがメンバーを引き連れてダークエリアに行ってるはずです。ダークエリア、ダークエリア。とりあえずそこへ行きましょう。ここに長くいるのは危険です。わかりました。じゃあ急ぎましょう。これムーンフェイスだよね。じゃあ何、さっきの光は35区がやつらに攻撃されてたっていうこと。どうしよう。ねえ、ただしどうするの。あ、キャティが後ろに乗っている。エリナと話す。35区の人のことだけど、35区の人たちどうしたんだろう。ねえ、みんな無事かしら。キャッティと話します。いっぱい話せる。ダークエリアのこと。ダークエリアって何なんですか。簡単に言うと居住区の港ではない方、つまり太陽の反対側にできる影の部分のことです。あ、コース設定はこのままでいいのかしら。ええ、このまま居住区に沿って進んでください。宴会のこと。宴会ちゃんどこ行っちゃった。
メンバーの人たちはなんでそのダークエリアへ行ったんでしょうか。私たちの軍にはいくつかの取り決めがあって、今回のように基地が使用できなくなった場合、集結場所をダークエリアとしてあるからです。なるほど。そうすればいざという時メンバーがチリジリにならなくて済むわけか。当たり前といえば当たり前だわね。異星生物のこと、奴らはどうしていきなり35個を攻撃したんでしょう。私たちの基地が気づかれてしまったからかも。あずささんをさらった本当の目的は、ただしさんをゼロ三区に釘付けにしておくためだったのでは。そんな手の込んだことする？しそうだけど。基地のこと、基地が使えないとなるとキャティさんたちこれからどうするんです？とりあえずは大丈夫だと思います。とりあえずって？すぐに分かります。ダークエリアは結構整ってる施設っぽいな。エリナと話す。増えた。シルキーヌのこと、シルキーヌさんたちもちゃんと無事かな。また、ただ知ったら美人のことになると絶対忘れないんだから。シルキーヌ主任はおそらくダークエリアに行っていると思います。シルキーヌさんと知り合いなんですか？ごめんなさい、今まで隠していて。実はシルキーヌ主任と私たちは協力関係にあるのです。じゃあひょっとして中央はあなたたちのこととか異星生物のこと知ってるわけ？いいえ、中央政府軍にまで秘密を明かしてしまうとその中に奴らが紛れ込んでいる可能性があるので、事実を知っているのは施設軍メンバーとレストランリバーチの店員、それから正さんたち、そしてシルキーヌ主任ご本人が個人として信頼できる人々、パイロットを含め75人程度です。75人もいるんだ。パイロット？パイロットってシルキーヌさんも軍を持っているんですか？団体としては軍とは言えないものですが、現在政府軍で正式採用されているメタルスレーダーの改良型が60機ほどあるはずです。60機もあるんだ。へえ。あら、プラントかしら。何か見えてきた。プラントではありません、船です。船？船？これ居住区の外郭じゃないの？これはシルキーヌ主任と共同で新たな拠点となるべく建造された船、ティーストークです。コウノトリさんか。あんまり大きすぎてピンとこないわね。だけどでっけ。両翼まで含めると居住区の直径とほぼ同じくらいあります。みんなはこの船の中なの？多分。あ、その格納庫の左舷の1と書いてあるドッキングハッチへお願いします。ステーションや居住区への付け方と同じですから。あ、はい。でかいのね。ゆっくり入っていく。あ、みんないる。
うわー広い。あら、シルキーヌさんもサヨコさんも弥生さんもいるじゃない。よかったわね。ただしな、なんだよ。レーだ。シルキーヌ主任、チーフ、よく無事で。私が無事にここへ来れたのは彼らのおかげなの。これでお会いするのは二度目ですね。以前は申し訳ないことをしました。本当のことを答えてあげられなくて。いや、そんな別に。母、もうただ知ったらちゃんとしなさいよ。デレデレしちゃってみっともない。あの、ただしさん、妹さんは？あ、大丈夫、今船の中に。そうですか、よかった。とりあえずみんな無事で。エンカイ君優しいね、妹さんの心配をするとは。見る、格納庫ない。あれ、あのメタルスレイダー。あら、ほんとあれ施設群にあったやつだわ。ん？話す。キャティ、これからのこと。キャティさん、これからどうするんです？とにかく対策を立てないと。ただ何？宴会と話します。これからのこと。宴会くん、これからのことだけど。さあ、それは僕にはちょっと。ただ一つ気になることがあるんです。気になることとは？シルキーヌ、これからのこと。シルキーヌさん、これからどうなるんでしょう？彼らが次にどういった行動に出てくるか。ティーストークのこと。このティーストークはもう完成しているんですか？現在行っているエネルギー注入が終われば通常航行は可能です。主任、この船のことですが、なぜ秘書である私に一言おっしゃってくださらなかったのです？知っていれば私のようなものでもお役に立てたと思うのですが。ごめんなさい。あなたには35個の管理に力を入れてほしかったのです。さよこに突っ込まれた。弥生、弥生さん、月からはいつ来たんです？35区からの知らせでもう気になって気になって、ついこの格好のまんま来ちゃったんです。弥生は顔アップにならないけど。宴会君がこっち見たりする。エリナ、これからのこと。ねえエリナ、これからどうなっちゃうと思う？ちょっと私に聞かないでよ。わからないわよ。わかんないってさ。さよこ、さよこさん、この間はどうも。妹さん、03区にいました？あ、はい、無事救い出しました。そう、それは良かったですね。まだ話すのかな。話すらしい。またキャティから話してこう。これからのこと。どうかしたんですか？え、家。え、家って言ってる。ここでこうしていても。とりあえずブリッジに上がりましょう。上がる、上がらない、休む。どうすればいいんだろうな。じゃあ上に行こうか。上がる。ではこちらから。シルキーヌ主任、待ってください。
チーフも気になりましたか。ええ、どうしたのです。施設軍基地のことです。これまで私たちは基地のカムフラージュにハンバーガーショップを開いたり、メンバーの人数を制限するなどして情報が外部に流出しないようできるだけ配慮してきたつもりです。ところがここに来て奴らの突然の攻撃、奴らの本当の目標は基地のみであって、35区の他の部分を攻撃したのは私たちを混乱させるためだけのものだったのではないかと。ん？ちょっとキャティ、つまりどういうことなのよ。はっきり言いなさいよ、はっきり。つまり基地のことを知ってるメンバーの中に異性生物が紛れ込んでる可能性があるということです。まさか。僕もそうは思いたくないですけど、もし奴らが紛れ込んでいたらこのティーストークも基地の二の舞になるかも。そんな、やだ、もう脅かさないでよ。脅かしじゃないです。ちょっと本当に一体誰よ、誰なのねえ。ただしちょっとエリナが急にバカ女になってるけど、誰だと思う？自分だと思うっていう選択肢があるけど、これで犯人を選ぶということね。みんなはわかるかな。では選択をします。サヨコだと思う。これを選択します。サヨコさんが？それはちょっとないんじゃない。いや、こいつさ、03区の場所言ったりとかしてさ、怪しいんだよね。サヨコだと思う。これなんかしつこく選ぶらしい。どうしてです？なぜ私が？サヨコさんはシルキーヌさんの秘書なのよ。異性生物だと思う。違うと思う。これは異性生物だと思うを選択します。そんな。ただしちょっと強引じゃない？それ、さよこさんシルキーヌさんのそばにいつもいるんだしね。それでもさよこだと思う。ちょっと本気でさよこさんだと思うの？うん、思う。異性生物だと思う。どうして？なんでさよこさんなのよ。ちょっと黙っててほしい。あの、ただしさん、シルキーヌ主任の秘書さんのこと僕たちは知ってましたけど、秘書さんにとってはチーフも僕も軍もティーストークも初対面のはずなんですよ。だからもしサヨコさんが異性生物だとしても基地の場所知らないんですから、攻撃はできないってことになるんじゃないでしょうか。だってよ、ただし異性生物だと思う。しつこく言います。ただしさん、どうしてです？そうだ、思い出した。さよこさん、メモの場所、マックベリーズの場所知ってるわ。ただし気づいてたの？気づいていた。気づいてなかった。そうなんだよね。弥生が書いてくれた地図を見せてるんだよ、さよこに。気づいていた。なんだ、早く言ってよ。どういうことですね、さよこさん。まあ、ですが基地の場所を知っているからといって疑われても困ってしまいます。そういった点ではここにいる皆さんも同じわけですから。まあ、それはそうだわね。あら、お母様の香水の香りが。あら、あずさ。え？あら、なんか出てきた。カリピッピッシャツ着てるみたいな感じで。どうしたの、あずさ。起きてきちゃって大丈夫？お兄ちゃん。どうした？起きてきて。あずさ。
思い出したの。あのロボット、どこで見たか。あれね、お父さんが乗ってたの。じゃあ、あずさ、お父様のことも。うん。遠い、あの時。大きくなってきた。あの時、あずさ。お父さんとあのロボットの中にいたの。一緒に。それでお母さんのお話してた。お父さんいっぱい怪我してて、とっても苦しそうで。だけどお父さんお話やめないの。お父さん、あずさに、何でもいいからお話ししろって言ったの。あずさ、あずさよくわかんなかったけど、お兄ちゃんのお話ししたの。そしたらお父さん機械いじってて、お兄ちゃんと仲良くなって言ったの。そしたらお父さんすごく苦しそうになって、あずさ、あずさっていっぱいあずさのこと呼んでたけど、その後お父さんはブズ。あずさ、うぐ、ぐわー、この匂いは、キャー、さよこさん。うぐ、ぐわー、やっぱおめえか。やだー。さよこさんが、さよこさんが異性生物だ、ただし、私たちの耐えられない周期がこの惑星にまだ残っていたとは。悪いけどこうなった以上、8年前のことをもう一度味わっていただくしかなさそうね。レインボー、ほほほほほ、確定演出か。なんだ、どこ行った、消えた、消えた、なんか音する、揺れている。この振動は何、何なのこれ、やだ、どうなってるの。ブリッジ35区ドックを放棄、ティーストーク緊急発進。しかしエネルギー注入完了にはまだ時間が。構いません、船外作業員終了後急速離脱。びっくりした。あずさ、あずさ大丈夫。うん、やだ、今度は何よ。大変です、ティーストック監視、前方35区付近に異常。異常？